キメイマルです。ハワイに来ています。嘘じゃないですよ。本当にあのハワイですよ。我ながら信じられません。それはとにかく。前回の動画で真珠湾航空博物館を紹介しました。今回はフォード島からオアフ島に戻ってきて、潜水艦防浜博物館公園を紹介します。潜水艦防浜は太平洋戦争中盤から終盤にかけて活躍したバラオ級の潜水艦で、商船15隻、護衛艦2隻の約 6.8 万トンを撃沈したとされています。この潜水艦防浜博物館公園は、USS 防浜の在りし日の姿を紹介した施設で、防浜の艦内をほぼ全て公開しています。日本にも同種の施設がありますが、ほんの一部を見せてくれるだけで、大半は機密の壁の向こう側。だけどこの防浜はほとんど丸裸で全身像を見せてくれます。早速中に入ってみましょう。ちなみに入場料は税込みで 23.53 ドルでした。入り口では無料の音声ガイドを貸してくれます。最初は英語でのやり取りが面倒だったのでノーサンキューと言ってましたが、向こうがこれ、タダだよと言ってきたので、それならば、ということで音声ガイドを借用しました。まずは右手にあるサブマリンミュージアムの方に入っていきます。入り口のところで女性スタッフにハローと声をかけられたので、ちょっとビビってしまいました。これは太平洋戦争において最初に撃沈した記録について書かれたものです。戦果を挙げたのは潜水艦ソードフィッシュで、撃沈されたのは三井商船の厚田30です。真珠湾攻撃のわずか5日後に達成した戦果だそうです。こちらは最初に撃沈された米潜水艦で、フィリピンのキャビテ港で日本機の爆撃で撃沈されたシーライオンです。博物館を出てきました。
次はいよいよ本命の USS ボーフィンに乗り込みます。この橋を渡って中に入ります。ここに入り口があって、ここから艦内に入ります。入ってきました。いきなり艦首魚雷室です。ハッチが結構狭い。
これボーフィンゴを一応見学してきたんですけれども、面白かったですね。やっぱりそのこれ魚雷発射管室からもう艦首の魚雷発射管室からカービィの魚雷発射管室まで全部見れたんですけれども、その艦内の様子ほとんどオープンにしてくれてたので非常に分かりやすいです。まあさすがにちょっと司令塔の中入れなかったんですけれども、まあ、司令塔以外は全部入ればですね。であと現地でその音声ガイドを貸してくれたんですけれども、この音声ガイドがなかなかよくできていて、その艦内の様子とかですね、それから、まあ、あとは我々がよく知っているような潜水艦の戦いとかですね、そういったのも解説してくれてました。ちょっと日本語が変なところとかとことからあったんですけれども、ちゃんと日本語で解説してくれたんで非常に分かりやすくて、しかもこれタダで貸してくれるからありがたかったです。予想以上にこれ面白かったです。最後にホノルル市街から真珠湾への移動方法について説明します。一番楽なのはタクシーですが、片道数十ドルなので結構高い。一番リーズナブルなのは公共バスです。ワイキキから20番または42番のバスを使えば乗り換えなしで真珠湾まで移動可能。カメハメハハイウェイプラスからローストリートというバス停で降りれば、そこから徒歩5分で真珠湾まで移動可能です。バスによる移動時間は1時間強。ちなみに乗り換えを挟めば1時間以内で移動することも可能です。公共バスを使う場合にはホロカードが便利です。ホロカードは ABC マートなどワフ島各地で入手可能。1日 7.5 ドルでワフ島内の公共交通すべてに乗車可能です。真珠湾への往復だけではなく、オアフ島各地への観光の際にも便利です。実はウプ主は今回の旅行でホロカードは使わなかったのですが、もし次回オアフ島を旅行する機会があれば、その時は絶対ホロカードを入手しようと思っています。さらに2023年開業のオアフ島内鉄道スカイラインが、2025年にさらに延伸されてホノルル市街近くまで来るので、スカイラインを併用すれば、さらに真珠湾観光が便利になります。こんな感じですが、いかがでしょうか。よろしければ、チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。